どうも、こんにちは。ちはああ<ー>、ちょっと寝不足なんですよ。うん、はい、なんで毎晩なんか、うん、ニューヨーク市場を見ながら、朝起きると、<laughs> 東京証券取引所を見ながら。ビ、うん、ーマンショック由来だって 以来いやいやってか、あの時も僕は寝られなくてずっと見てましたけど、ちょっとね、それ以上の感じかな、それ以上あ,<ー>ある週、金子さんの予言が当たったというか、東京オリンピックまでま、うん、持たずにバブル弾けますよみたいなことは前々からおっしゃってましたけど、だけどまあね、新型コロナから展開っていうふうには、うん、まあそこまで予想はできませんでした、<ー>途中から分かってきましたけど、コロナはちょっと意外な感じだよね,よね俺もなんか、こういろいろ喋って、かなり。うん あのー、のはっきりものを言っちゃうので、うん、昨日の夜かな、うん、の1100ドルかな超えるとサーキットブレーカーがかかり、うん、2200でまたもう一回サーキットブレーカーがかかりて。うん <laughs> 俺もこれはサーキットブレーカーって<ぶ>まあ取引が停止しちゃうってことですよね。うよううん、そうそうそう、すごかったなと思って、ああ、俺も自分がサーキットブレーカーかけられちゃうのかなとか思うくらい、いやすごいなと思いました。取引停止。取引停止。発言停止。発言停止。というか、今は、うん、株価が一番あの上がった最高年の時で、2月10日前後だったと思いますけど、うん、2万9555ぐらいかな。 うん、ああ、3万いくのか、みたいなね、すごいなと思ってたのは、うん、2> 今、2万1,200でしょ、うん、だから、8,300以上起こってるってことじゃないですか。うん、8,300って、円じゃないからね。うん 100円かけても、うん、83万円ですからね、<laughs> だから3万円、3分の1はいかないけど、4分の1以上はもう株価が落っこったっていうことですよ、ニューヨークはそれだけ悲惨なことになってるってことですょ、ね、き、うん、で,でもこれ、コロナだけじゃないよね、<日>石油の話もあってて、石油も30ドルぐらいかな。 取れなくなって、あれつくのにコストかかるからね、大変かかるからっていうのも影響して、<う>で石油とコロナ以外の要因は何があるの？コロナがある中でも、うん、あの昨日はあれですよね、トランプが、うん、欧州との行き来を入国を拒否したんじゃないですか。という,んうねうんうん、ことは経済関係がブサッと切れるわけじゃないですか。うん、そうするとやっぱりすごい勢いで、うん、あの。 なんていう、このグローバル化時代で、こういうガーンと途中で。日本に中国来ちゃう自動車部品の日本、日本に中国から入ってこないとか。そうそうそう。そういうことも全部。いや、インバウンドもすごくなっちゃうでしょ。うん、でも、イタリアとか、ドイツとかが、 ドイツ銀行危ないし、イタリアは金融機が危ないのに、もうすごい死者数でしょイタリアはも,アも特に病院が崩壊してるから、ベルルスコーニーライも、うん、バン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 病院で、うん。あんまり病院にお金かけないようにしたのそうそうそう。っていうか、あ,あの、 お欧州危機があったじゃないですか、うん、南欧の危機が、うん、あの時以降、うん、もう歳出をバン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 削減して、うん、もう病院がボロボロになっちゃってるわけですよ、医者も看護師もいないその状態の時にコロ,コロナが来たってこと。コロナが来た でそれが多い、うん、適面に、だって同じように検査やって、感染数が多い、うん、ドイツは、うん、とか日本は、うん、まだなんとか、ドイツはもう少ないけど、日本はかなり厳しい状態になってる、うんうんうん。イタリアであれだけ死者が多いってことは、医療現場が崩壊しているから、命が救えてないっていう、そうはそうですよ、<laughs> その影響、すごいですよ、インバウンドって外国人の観光客が5兆円ぐらいの市場を持ってたわけじゃないですか、百貨店潰れちゃうんじゃない 2割ぐらいバン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  2, 2割とか3割、起こってますから、あーもうすごいっす、<laughs> いや、で今、東京オリンピック中止か延期かっていうような話が出てきちゃうと、うん、ホテルや飲食、アウトでしょ、うん、サプライチェーンもそうだけど、輸、うん、出入はすごいじゃないですか、10兆円規模でしょ、中国で言えば。他もみんな、どん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 進んだんでしょ。 で今 F B、FRB がリ、うん、あのアメリカのね中央銀行が利下げをするだろうという、うん、そうすると、日本とアメリカの金利差がどんどん縮小するので、うん、お金は金利の高いところへ流れていくわけじゃないですか。はい、そうすると、日本はずっとマイナス金利だったから、アメリカ行ってたから、円はドルを買って、円を売ってるから、円安になったわけです、ね。はい、これが まあ、ドルもどんどん安くなってきちゃうんで、と、円高になっちゃうと、今、104円から105円ぐらいの間でうろうろしてるじゃないですか。もう一段円高になったら輸出企業もうダメだし、それから実は金融機関もダメなんです。で、安全な通貨として円を選ばれてるっていうふうに説明するのは全くの、 あの、誤解とは言わないけど、かなりね、誇張がある。なぜかっていうと、金利差が落ちて、FRB が利下げをしちゃうから、円高になっちゃうみたいな面があるじゃないですか。それから、日本の金融機関も、国内で投資先がないから、海外にバン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 投資をしてたわけですよ。ところが今、どんどん起こっちゃうじゃないですか。それを戻せば、 すぐ円高になっち,っちゃうわけですよ。ドルを売って、円を買い戻したりする。うん、あるいは、日本株を借りて、アメリカ株を買ってたら、これも同じようなことが起きるわけですね。お金が逆流し始めると、どん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 円高になると、そうすると、1ドル100円で、あの、投資をしてたと。銀,銀行はね。とか1ドル90円になっちゃうと。うん そうすると、戻ってくるのは10円少なくなるわけです。そうすると、円高になると、実は海外投資の部分は、どん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 収益が悪化しちゃうんですよ。だから金融機関もだめになっちゃう。だからすごいことになっちゃう。発方塞がりってことですかね。でも円高になっちゃうってことは、あれだよね、<う>みんなが円買ってるから、円高くなってるんでしょいや、だけど、日本は大量に金余りだったから、海外にお金、ボンボン流してたから。 それが戻ってくるだけでお金があの円高になっちゃううそういう現象が起きるわけです。ね どこまでひどくなるって。いうそんな分かるわけないじゃん。<laughs> これはそう。なんで、当たり何を要素俺は、占い師じゃないんだからさ、バカなこと言うんじゃないよ何言ってんだよ。それはもう、神様じゃないんだから。<笑><笑>まあ、経済以外の要因、新型コロナウイルスっていう病、病原菌が入それは今流ってきたかっていうことですよね。ですよね。じゃなくて、うんうん、とにかく、今、あの、なんか、 まあね、あのー、アベノミクスで金融緩和してたり、最近なんか MMT を悪用してね、なんかバンバン財政赤字出して、そこでお金、どんどん国債引き受けてやれいいんだみたいな議論やってんだけど、うもうバブル、ずっと2年で2%だったの、7年もやっちゃったから、お金がばーっと余ってて、不動産、都心の不動産とか、それからあのー、今、日銀や、 年金がバンバン金入れてるから、株高になってるわけじゃないですか。そこで潤ってる人たちがいるわけじゃないですか。うん、で、そういうバブルが全部弾けちゃうと、ガタガタになっちゃうわけですよ。ガタガタになるっていうのが、ガタガタになるっていう言葉はわかるけど、想像がもう。想像できないくらいひどいことになる。このままいけばね、長引いちゃう。そうするとね、うん、最僕が言いたいのは、最大のリスクは安倍政権、今。安倍政権、特に、 あの、コロナを収束させるか、収束の見通しを立てないと、話がゼロ、うん、あ始まらないんですよ。うん、どうやって、例えば景気対策をするかっていう話がない。うん、景気対策したって、コロナが収束しなければ、いくらやったって無駄だろうになっちゃうわけですよ。それこそこれもとんでもないよね、このれは。安倍は本当にとんでもないですよ。<の>なんでとんでもないかっていうと、うんうん、クルーズ船の失敗あるじゃないですか。うん あれの大失敗ごまかしてきたわけですよよく9日見れば分かるんですけど2月26日2週間で分岐点だって言ってたじゃないですか3月9日が2週間だったんですよ3月8日に厚労省が出した発表を見るとなんと検査してるのは8176しかないんですよで今日久しぶりに検体数をあの。 公表した厚労省の数字だと18、181ですよ、1日。それで感染数が52ですよ。 だから、一説九個は全く破産してたんですよ。ねえ先生さとんでもない、そのな、のメディア叩かない、うんうん、調べてないってことですか、うん、調べてないのか、やってないのか、どっちにしても検査を制限してるから、こういうことが起きるねえ、先生、うん、先生さ、教授じゃ、うん、あのさあ、ちゃんと本当に専門家の人って、あのー、きちんと意見出して、それを取り入れてると思ってない、だって本人が専門家の意見聞いてないって、国会答弁で言ってんだ。言ってた 言っての3月いつになるか、専門家会議のね、専門家会議もだめなんですよ、ちゃんとした真ん中の人がきちんとした呼吸器系の新型ウイルスについて専門家なの角光さんっていう東大の名誉教授の人なんですけど、いいこと結構言ってるんですけど、会議で、ほとんど目殺ですね、真ん中の厚労省とかいないから、戸ざまだから。 真ん中は脇田感染助長でしょ、うん、であの感染研究所の所長なんだけどとんでもない事実が出てきて日経新聞で出てきたんだけど、はい、日経の中で見ると。 あの、ウイルスのゲノムの配列を読むわけですよ。それが中国の遺伝子企業でね、巨大な企業で BGI って会社がもう決めてるわけです。それに基づいて世界最大の製薬会社であるロッシュね、スイス本社がある。日本だと中外からが絡んでる。このロッシュが検査キット作ってるんですよ。それ使えばいいのに、自我でやろうとして、しかもそれが、なんていうか、 手法が非常に古いらしくて、専門家に聞いたら、あの、ランプ法っていうね、手法でやろうとして、なんとか検査を独占しようとしてたと。それが、2月10日前後の、あの、コロナ対策会議で、そういう検討をバンバンやってるわけですよ。結局、そういうばか、ばかなことをやって、結局、検査をしないで、ひどい状態に陥っちゃったでそれで、脇田所長は、あの、表に出てこない。 こういうい状況ですよねその前議事録も全く公表なしその専門家会議の前に、こんなんて感染症対策っていうことを、うん、こう、テロ対策なんか一生懸命やるんだけど、感染症対策っていうことに関して、予算を配布してこなかったでしょ、すこの国が。今もやってない。アメリカだと、ゼロが一個違ってて、向こうは何やかや言っても、CD だっけそうそう何やかや言っても、6000億ぐらいで、スポーツや言ってセンター。 いや正確じゃないけど、60億ぐらいしかないみたいないやだって、ペンス副大統領が、もう直ちに120万検査をやりますと、簡易検査キットをやると、いうふうに、非常、まさにこう、なんか緊急事態条項とかなんとか、法律でね、特捜法なんかでやって、人権削減することばっかり夢中で、山おしおりがね、批判したけど、俺はその通りだと思うけど。あの そういう今の実態なんですよ。法律作ってなんかやってるふりして、入国協議で失敗がクルーズ船じゃないですか。感染の状態にしちゃってで。一斉休校にして2週間やったけど、検査はしないのにどんどん感染数は増えてると。つまり、こういう状態の中で死者がどんどん増え始めてる。 で、検査後にあ、死、死亡した後に検査したりとかいう事態になってきたこれも収集つかなくなる。なんか、専門会議って、専門者、うん、専門家の会議あれさ、もうちょっと見えるようにした方出たら出たらめ。めどんなこと話すてたら、不思議だから、わかんないじゃん。全部、全部首首にしなきゃダメ。<れ>なぜかって9日に持ちこたえてるっていう声明出したよ、うん、もう大学院生が見ても恥ずかしい。一切のデータがないの。 持ちこたえてって勝手に言ってる言葉だけですよ、ね。と、まあ、いで、ね、こは、専門家じゃないよ。で、専門家の、ね、本当に立派な人がいるわけなのに、その人の発言をほとんど抑えちゃってるって。じゃあ、専門家の意見聞かなかった安倍さんって正しいじゃん、それ。ど,どうしようもない <laughs> だから、安倍さんや辞めない限り、景気、うん、は回復しないよ、本当に。まあ、難し、ね、これは僕の,<あ>僕の意見です。はいあ だっと今のままだ止まらないでしょだってコロナ止まらないもん<だ>見通し立たないもん。